イグサ店なんですけど、はい、ビッグカメラ小島でいいんですね。ビッグカメラバック小島、ビッコジ、ビッコジで略していますよね。ビッコジ、ビッコジイグサ店さんの、はい、あのレーンチェンジ、これあのすごい削れてますけども、はい、僕もこれ考察しましたね。で長田さんもあそこ何回か聞いたことある、言ってますよね、はい、なぜ考察するのか、はい、そこをねちょっと今回は検証してやってみましょうか。あの我々理由は分かりませんから、はい、そのもしね見てる方これ1人2人100人200人いるか分かんないですけど、うん、分かるよって人いたらちょっとぜひ教えてもらいたいな。そうですね、うん、僕らちょっとよく分かんない。でもいや10ヶ月ぐらいミニ四駆やってないから、はい、そのもう久しぶりなのよ。いや本当久しぶり、電池入れたのもね、本当久しぶり、うん、だからそのあんまりいまいち分かってないのミニ四駆のこと。こうもうまだビギン触ってないとさ、やっぱ初心者に戻るじゃん。そのなんていうのかな、本格あのプロのアスリートでもさ、うん、やってないとなまっちゃうじゃん、筋肉感覚は。そうそうそう、そういうのと一緒で、もう電池も最初逆に入れてたし、あそれはなまる以前の問題だと思います。ちょっとね、あのなぜそうなるのかっていうね、ちょっと一回手押しでやってみますか。僕ねちょっとね見てみますか。はい、こういけばいいわけですよ。多分だからここでしょ。どうだった今。あれ？どうだった今。あれ？なんでなんで？全然わかる。はい。見て、俺これずっと見てる。どうだった？スピード制御しきれてないんじゃない？え、ここ？ここで。もう。ここで？ここで。浮いちゃってるから。ちょっと浮き気味になってたかな。みたいな感じだったと。でもこの辺はもうじゃあ関係ないの。うん。ここでもここでもここでもいやそう制御できないと思う。こっちか。かもしれない。これやってみるか。まさにローラーはすごいついてる。ついてる、ね。こっちはローラーついてる。はい。はい、これでレンチェン。どうしましょうか。おら。僕のそのローラーが多分ね、ここ、うん、もうちょっとこれ、まあ、ここではこうするんじゃない。ここをローラーにするか、うん、そのスタビにもうちょっとでかいのにするかした方がいいかもしれない。それで一回やってみたら、あとリアがリアどうなのかっていう部分はね、ローラーつけるとこ合ってるのかな。いやなんか19とかさあります、はい、13とかさ、あの穴の横に書いてるじゃん。だってこれ通り、俺だって19、ここに19だって分かりやすく書いてくれてるの。分かんないんだよな。分かりやすく書いてくれる。まあまあまあ、じゃあここのスタビちょっとローラーに変えてみようかな。それでもう一回やってみますか、うん、ちょっとやってみましょう、はい、ということで、こっち側にローラーをつけました。やってみました、ね、これ逆にしたって、はい、どっちもローラーにしろって話なんだけど、まあまあまあパーツがないんとりあえず、うん、久しぶりでいきますよ、はい、さよならー。
三中さん教えてください。ローラーじゃないんじゃない。まず2個だった。僕3個当てました、はい、言いましょうね。そういうのどっちでもいいよね。Thank you.